お願いいたします。はい。はい、じゃあまあ、もう早速前回の続きですが、なんかちょっと気味の悪いところで終わっちゃってたので、時代がですね、1960年代に入っていきます。今までが45年からの話だったので、要するに冷戦期の前段階ぐらいの話だったんです。いよいよ冷戦期で、まあ、ただなかったですね。海軍大学校の校長にこの平和の宇宙人というのがいまして、まあ、例によって改革を進めようという流れになります。で、テストが1970年代ですね。で、まず何やったかというと、カリキュラムを新しくしたと。で、それに伴った講座も新しくまた増やして、で、軍事じゃない文化の共感を増やしたというようなことをやりました。アメリカ的なところはですね、文化、要するに市民はどんどん増やしたというのは、アメリカの柔軟さです。アメリカの役にこだわらないじゃん、役所に。まあ、その新しいカリキュラムの最後の2ヶ月間は学生に世界規模で、まあ、いろいろ書いたけど、世界規模の動きも やらせたと、まあ、一周ですね。で、指揮幕僚課程という課程でもありまして、要するに、より偉くなる人のための過程がある。自衛隊でもあるんですけど、そこでも作戦上に、その全然事項があるんで、ヘイリングで、まあ、教育的には役割を果たしたと。だから、現状だと、現状じゃない、翻訳文だと役割を果たすって書いて、みたいに書いてあるけど、むしろ役割を果たすためにゲームを取り入れたって役人も多分すんなりしていい役じゃないかなと。で、70年代は、ね、1968年にヘイワードの法人の提督が、このワード提督というのが出るんですが、これが前回長々説明したコンピューターシステムのニュースに加えて、うん、マッカーティー・イーストルゴゲーム、もう皆さん忘れてるでしょうけど、戦前 の紙と紙のコマと地図使ったゴーゲームで、その名前会社のゲーミングコードっていうのを増やしました。で、それと同時に他のアメリカ以外の海軍とのつながりを、交流中かつながりを、まあ、要するにゲームやったわけですね。で、まあ、さらに当時、72年に、セムズに、という人が、まあ、ちょっと、配ってきます。で、こうやってちょっと、ローゲーミングがだんだんアメリカ海軍大学で幅利かせてくるんですけども、にもかかわらず、安定した共感度もなければ、多数の厳選された学生って言い方がなかなか面白いんだけども、まあ、翻訳するとこうなっちゃうんでしょうけど、まあ、防衛大学校でも学生会なんて言い方してるんで、そういうことなんでしょうけど、まあ、それに優秀な学生の一部もなかったと、海軍大学校に。だから、なかなかうまくいってなかったですね、思いはいいんですけども。この場合の優秀な学生っていうのは、どういうのを期待してるんだろう。それがよくわかんないんだけどね。ちょっとわかんないんで。エリートコースがなかったってことじゃないですよ。さすがにありますよ。実践的な、こう、なんていうんだろう、仮のミッションをやってみて、成績が良かったチームが上がるみたいなことが。もちろん、ここに来るまでですでにかなり跳ねられてます。誰でも、士官になって誰でも海軍大学行けるわけじゃないんで、その段階で優秀なんだけど、さらにもっと優秀な人を、あるいは向いてる人を絞りたかったんでしょうね。要するに誰でも彼でも海軍大学の学生内でやせるっていうんじゃなくて、で、同じ72年にズーワルトっていうふうに訳してますけども、本だと。これ最近はズーワルトになってますね。なんでそれが分かったかって、このズーワルトさんってアメリカの駆使官の名前になってるから分かるんですけど、ズーワルト級っていうふうに言う言い方がやたらされるんで、そちらで、行った方が今だったら探しやすいと思います。で、まあ、この人が大将なんですけど、海軍の準評価グループというのを設立します。もうね、ちょっとあんまりいい役じゃないと思うけど、でも自分でもいい役はちょっと思いつかないんですけどね。現場には何でしたっけ？エスティメイトとか、エバリュエイト。これは何を評価するんですか？そうなんですよ。海軍でいろいろ考えたことを評価するっていう意味合いらしいんですけどね。なんかもっといい役なかったのかなって感じが。まあ役というより何をするところかちょっとピンとこないんですけど。それもあんまりピンとこないんですよ、読んでても。
で、まあ、多分それと関連して下 の, あの項目のところですけど、21世紀の、まあ、1970年代にもう21世紀目指してたわけですけど、アメリカは。海軍の商用、まあ、つまり海軍の要求を、なんていうかな、見つけるっていうのが一番いいのかな、探求説明だけど、要するにこれから21世紀の海軍で何やるんだっていうことをいろいろ模索するプロジェクトが、まあ、プロジェクト2000というタイトルで。2000と01じゃないんだよね、2000なんだよ。あれ、ベトナム戦争って、あ、この頃、この頃ですね。もう来たらやって逆に楽観主義の時代だったんでしょうね。まだベトナム戦争でひどいことになるちょっと前だから、うん、この時代にこんなことやってたら片割れでアメリカアポロ計画で月行きますから、まあ、あれは70年かな、アポロ計画で、まあ、恐ろしく楽観的な時代だったと思いますよ、うん、まあ、この3年後くらいにはどん底に落ちるんですけど、うん、でまあ、プロジェクト2000を開始して、カリキュラムを改定するためにターナー少将というのを選びましたと。で、その目標というのは、自分の専門分野にしかも没頭しがちだから、まあ、よくあることですね。その考えの幅を広げて、問題を分析させることのために学習に寄与させることで、まあ、要するにそれにゲーミングを使うという話ですけども。うん、まあ、要するに視野が狭くなっちゃうから、もっと頭をこう柔らかくさせないとまずいんじゃないって。で、そのための学習っていうのは、ただ学習でやっぱり頭が硬くなるから、チームの方で考える幅を広げようっていうことですね。で、ターナーさんはですね、まあ、問題を通じ、問題まず提示して、それに対して考えて、で、面白いのがどんな問題に対しても2つ以上の答えがあることを知るっていう能力を学生に啓発するような活動をしたわけですね。問題出されたら、まあ、日本の受験教育もそうです。答えって1個しかないじゃないですか。まあ、数学だとちょっとあの二次方程式でプラスマイナスで答えたり、中には答えがないっていうのもあるけども、要するにそんな単純な発想しちゃダメだよっていうことです。これ二次方程式っていうのはすごく話題になりますね。まあ、二次方程式は忘れたらいいですけど、あれ一応解が2つあるじゃないですか。はい、そうか、2つの解が1つっていうことかもしれない。もちろんそういうこともあるわけで、うん、いや、なんでそんな今しょうもないこと言ってるかというと、その次の行のターナー、まあ、彼はだからターナーは学生たちに不確実性の扱い方を教えることを望んだ。世の中不確実性がっていうものがまずあるんだよってことを知らしめないとまずいよ。だから戦争っていうのは実際そうで、どうなるかやってみるのもあんないけど、確実性って実はないんですね。それを知りたい人はあの戦略論じゃないや、あのクラウゼピス読んでくださいって話になりますけど、でさらにターナーさんは、戦略と管理とマネジメントですね、これ管理って訳しちゃったけど、あと戦術の基本原則に焦点を置いていると計画、まあ計画して教育計画を立てたと思います。まあ、大体この3つを押さえれば戦争の各なんていうのかな、様相の大枠はまず入っちゃうので。で、まあ、今岡山さんが海軍評価グループはネイビーネットアセスメントグループ、アセスメントなんですね。どっこい。あの経営学のアセスメントです、うんうん、だから評経営評価とか、うん、あそんな感じですかね。うん、それともあの行政でいうアセスメントとは違う。どうなんだろう。これだけだとどうなんないです。まあ両方の側面が一般的に見ると組んでいて。あると思う。アメリカの軍事学者、経営学とすごい密接に関わってますから、ね、そうですね、あの経営学っていうのはあのいわゆる経済学とは全然違って、うんうん、どっちの原理みたいなところがありますよね、うんうん、そのアセスメントだとするとこの戦略戦術の点管理が入ってるのがだから、まあ、管理マネジメントなんでしょうけどよくわかるんですよね。経営学ってマネジメント大事なので、でまあ、サーナーさんは学生に歴史とリアルに対する大量読書を課したと、要するに本をいっぱい読ませたわけですね。歴史っていうのはなかなか面白いところで、医療に関する本を読ませるのは当然なんだけど、じゃなくて、あと歴史も知ってないといろいろ応用ができないってことですね。過去に学ばなきゃしょうがないでいい。大学ってどうやって入るんですか。まあ、なんて言えばいいんですか。士官に、海軍士官だった人が、推薦もらって、試験受けてて、お前の艦隊の
中で優秀な学生いないかみたいな。まず普通に入隊するっていうことですか。はいはい。普通に軍に入って、軍に入った人じゃないか。表したら、学校に推薦がもらえるかみたいな。防大とかああいうのと全然違うんですね。防大が普通の士官学校だとすると、今防大のさらに上に幹部学校っていうのが実際あるんだけど、そっちですね。もう中の人ばっかりで、いやーそこの学生とちょっといろいろ話をしたりしたかったけど、面白いですね。頭固くて。ただの作戦は重要なんだ。防大よりも幹部学校の方が立場上なんですけど、最終的に出世するのは防大なんですよ。防大出て、あの、幹部学校入るには、日本の場合、防大からさらに幹部学校行って、国鉄の書いてある指揮幕僚課程っていうのを抜けて、もう、でも、陸将とかになる人と、からも行けますよね、あと一般大学から防大すっ飛ばして入って、そこで試験受けて、まあ、幹部学校行ってって人もいるんですよね。インからみたいな。でも大学院じゃないです。新宿におりますよ。そうなんです。海軍が。いやいや、俺。あ、俺はよかった。あ、受かった。体験入学です。あ、だけど、どうですか？だから、今でも、遠藤実家からは言われる。戦前のね、陸軍大学なんていうのは、そこでいい成績だと出世するっていう、あれはあったんでしょ？そういうんではないのかな。昔の戦前の陸軍だと、まず幼年学校に行って、そこから士官学校、まあそこまでは大体勤めていくんだけど、で、それからまず一回、再勤務やって、その中で、部隊の規模がある。そこで連隊長に目をかけられるような優秀さ、何かを発揮しないと推薦してもらえないですよ。陸軍大学ってあの推薦でしか入れない。推薦があったら上で試験。ああ結構狭くて、ね、試験もあのだから筆記試験と面接。面接がすごい厳しいんですね。あの挽回としてみたいなるんだけど。それは陸軍大学校っていうものの直系の方よ。その質疑を。あのどのくらいの規模だったんですか？ね、明治だと学年一期について10年いないすごいね。すごいね。すごいね。本当のエリートだ。要はあれですよ。まあ、その明治ならマシなんじゃないですか。だから結構、東大っていうのはこう、玉神とかいたかもわかる。まあ、今、ああいうのよりは社会科学っていう。東大の企業とか結構面白いのもあります。東大の企業、私が大学生の時に読んでたのに、あれ、超能力研究の論文でしたね。これまたすごいな。超能力研究もそうだし、なんだろう、北朝鮮の研究とかは、割としっかりしてた。さすがにそこら辺はしっかりしてた。しっかりしてくれないと。困るんだけどね。いや、イデオロギー専攻じゃなくて、ちゃんと分析してたから。なるほどね。むしろネット用が、アイヌが北朝鮮の地質層に批判されてるっていうデマを流したんですね。ひどいデマだ。その反論の根拠は膨大の費用にあった。関係ない。全然。要は公安が監視してる。公安かな、公安の人が膨大の費用に書いたやつで、いや、だから全然関係ないことが分かってあるっていうふうに書いてあるのがある。ねえ、だから、まっとうに研究したわけね。愛ですよ。分かることないから。じゃないと、やっぱ使えないところなんですよ。まあ、そりゃそうだね。まあ、妄想で動いてるわけじゃない。だから、それは、だから、下っ端はそれでいいかもしれないけど、幹部がそのレベルだと、倍の本数になっちゃう。まあ、寄せない。まあ、どうしてもいいけど。全然、あまり関係ない話になって。膨大は、でも、本当に微妙なダメさがある。まあ、学生にとっても激闘理論の本を読ませたと。ですね。まあ、ゲームが、どっちかというと戦術分野で役割を果たしてます。これは実際にゲームをやったってことですよね。あ、もちろんです。そうです。いや、じゃなきゃあんだけの報告が、ね、すごいですよね。実際に。でも、それ古い質問はもうそろそろどうでもいいんですけど。ですね。まあ、学生に供給するためのゲーミングの使用を強調したと書いてますが、なるべく多くの学生に大舞台に指揮する機会を与えるようにゲーミングの方法を変えなきゃまずいなっていうことで、まあ、そこで新しく WARS
システムってちょっとこれあるけど、正確にはもうシステムですよね。S とシステムダブっちゃってるんだけど、それ全部から、うん、日本語訳の本から引っ張ってきてるんだけど、これ何の訳だっけな、戦争システムって意味じゃないんですよね。たまたまそういうふうに読み合わせてるだけで、まあ、そこら辺は何でもいいんで飛ばせます。でこれちょっと移行が遅れてしまいます。でまあここで書いたのそのまま読むと、学生の戦術判断がゲームにおいて評価する過程を彼らがちょっと学生が見ることができるようにするべきだとターナーは要求したんで、つまり作ってるシステムに対してちょっとこうしてくださいってやって、だから2年間移行が遅れちゃったと。まあ具体的にそれ例えばの話ですけど、ソナービーム、ソナービームってあの先生からのオファーですね。あれがこう前の方式に探れないんだけど、どうやって2つ目がちゃんとこう目で可視的にできるようにしたいなみたいな。あのパブレットソナーってここにあえらへん見えてるからっていう教育であっても全然ピンとこないじゃないですか。まあ、今だったらアニメとか使って出せるでしょうけど、それはちょっとゲームの方でもそういう時できないかなみたいな。で、そこですね。学生は接近する潜水艦を見て、まあ、ビームがソナーのビームですね。つまり、音波どない出してるかっていうのが、まあ、見えるんだけど、潜水艦そこに来た時はサイコロを、これなんでサイコロって書いてあるのかよくわかんない。本当にサイコロ使ったんだから、これが単なる比喩で書いてるのかよくわからないですよね。つまり、確率的な問題のこと言ってるんですけど、例えばサイコロを転がしたとして、ゲーマーだったからよくわからないんで。確率が 50% だったら実行の回がスクリーン上で見ることができて、まあ、完全に見えてるのは最初から見なくて、そんな見る必要もないからってことでしょうけど、でこれなんでこんなこと言ってるかっていうと、学生にこの確率の意味を理解させるためだって書いてある。要するに、ポンパで探ってるとこ、潜水艦来たときに、見えるじゃないかっていうふうにならないってことですよね。確率 50% っていう程度の、まあ、いろんな、まあ、ちょっと専門的な人だと思うんですけど、確率じゃないよっていうことを言うのは、まあ、さっき言ったあれですね、不確実性的な話ですよね。で、当然学生なのも、そうなの、じゃあ違った方法、まあ、例えば違う角度とか違う近さとかもいろいろこう使ってみてっていうこともできるわけで、シミュレーションですから。で、学生は計画を変えてまたやってみて、で、ダメだったらまた最初に立ち返ってやってみるってことができるようになったと。てか、それをやりたさせなかったね、みたいな、そういうことを、教育だから。つまり、取り入れて自習でこれ、こうですね、でやってもしょうがないんじゃないっていうのは確かによくわかることで。まあ、車の免許持ってる方だったらよくわかると思うんですけど。で、まあ、ターナーがこうやって教育に焦点を置いた結果でね、簡単にすれば、ウォーゲームセンター、まあ、これ前回紹介したと思いますけど、そっちでのウォーゲームの使用っていうのは、行えるのはちょっと減ったと。で、その間に先、先ほど言いましたマッカーチ・リトル講座の主任の方の教授が、多くのボードゲームの開発の成果を入れて、これ残念だ、これどういう成果か書いてくれてないんですね。非常に知りたいんですから、私。で、まあ、多くの学生が式任務を取り入れて、まあ、簡単なボードゲームでちょっと式の手順とかを教えるようにしたんだろうと思います。マッカーチ・リトル講座なんで、あの紙使ってたゲームの。で、まあ、ターナーのこのゲームの結果、多くの学生が命令を出してくれることができて、でまあ、自分が出した命令がどういう結果になるかっていうことも、フィードバックして理解することができたと。で、まあ、さらにその2年後、1974年、今度はルブルージュワさんっていう人が中将になって、ターナーさんの後任に入ってきます。ゲーミングセンターに。で、ゲームセンターの内部型の機能、例えば変更も、変革も実施されましたよと。原さん行きます。それがまあ、これまたどっちの人が出てきてよくわからないですけど、もう人を選択するのやりましたら私もあんまり長いんで、まあ、そういう人が上級研究センターを設立して、研究センターの中に。で、1975年、このセンターでもゲーミングはあの十分な役に起きてたわけで、まあ、十分なこう、だから価値を示したわけです。でここでも伝統的な研究技法を使って重要な問題を学びますけども、前途有望の学生の他に、教官や、あと外からの学生、要するに同盟国の人ですね、軍事も呼んで、まあ、やってみたと。で、私としては気になるのは、その次ですね、
まず読みですね。そしてハープーン、まあ、これミサイルの名前ですけども、運用と戦術開発、でノルウェー海のポリウール、海洋作戦、放射燃料の研究なんかもやったと。で私がここで気になったのは、これが75年ですから、80年のちょい前ぐらいだったけども、ですね、ここで言ってることって、あのハープーンっていうゲームが実はあるんですけど、80何年ハープーンで。ダディボンドの。いや、わかります。今、それをまさに言おうとしたとき、うん、はいはい。あれってでも、コンピューターを補助で使えるんでしたっけ？使うことはできるけど、あれ基本的にボードゲームとしては、はい、ボードゲームとしてます。すごい、めんどくさいですけど、私もちょっと、はい、見て。ハープーンって今でも根強い感が、ね。出てますよね。あれ、どんどんアップデートして出てるんじゃないですか。あれ基本が要するに RPG と DMD の形で基本システムがあればあと追加でどん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 サプリメント出せばやっていけるもんだから、でこのゲームを利用してあれ誰だっけ作家の松下ヤギモンドのお友達のね、ハープーン好きな人ですか、ノジルホースケでしょ、それだっけ、あれですか、レッドクローバーを A の話ですか、レッドクトーバー、レッドクトーバーね、はいはいはい、レッドクトーバーでティップムクランシーのこと、ムクランシーね、そうですね、ありがとうございます、はい、トムクランシー、もうなんかトムクランシーはハープを元に書いたと当時言われてたんだけど、最近は違うとかも言われててよくわからんですね、はい、でもなんかあれだけはっきり自分で返したのにね、レッドクトーバーを応援自体のゲームになってるし、なってますね、でハープであれシナリオ作ってやることももちろんできますし、あんな綺麗にはいかないでしょうけど、だからこうゲームのその再現性っていうのはどう捉えるかって結構難しい話で、ここでもずっと議論になってますけど、ハープーンでどうなんでしょうかね。そうなんでしょうね。初版は81年でした。この初版って手間なかったんだ。ナリーボンドはこの辺に触発されてあれ作ってんじゃないかなっていうか、多分引っ張ってきたんじゃないかなというかすかな疑問は実は湧いてきたんですけど、読んでて。タイムラグ的にもちょうどいいぐらいだし。テーマ的にも場所的にも、ましてハープーンってミサイルでのゲームタイトルにしちゃってますからね、多分なんか大喜利のセンターにあの人関わり合ってやってんだろうなという気はしないでもないです。それでまあこの新しいウォールっていうシステムが、まあ、発展してくる道を敷くことになりました。だけどこれってルブルージャーさんが本来望んでた新しいゲーミングシステムとはちょっと違うものになっちゃったよねっていうところでポイントをしてます。ハープーン。ハープーンで。横山さんありがとうございます。こう見るとワクワク感がありますよね。でここにデカデカとクランシーがベストセラーを生み出したゲームって帯に書いてあるんですが、そう本当そう言われてたんじゃない、あの時代も。違う。クランシーさん自分で返したからね、後書きっていうか、あれ前書きからどっちなんだろうかで、ね。フロントはもっと前からあったんでしょうけどね、それハープーンってただやるツールでしかないから、仕上げのことは自分で考えるしかないんで、だから結構ゲームってそのままじゃストーリーにはなれない、ならない、まあ、まあ、補助にはなるけど、うん、発想とかねなるけど、なんか性格が違うもんね、うん、それは結構難しい議論になって全然話ずれるんですけど、マーダーミステリーがあるじゃないですか、うん。マーダーミステリーとミステリー小説は、最近はやっぱゲーム界隈で違うっていうね、意見が多いんですけど、あんま僕はそういうゲームはゲームっていう議論があんま好きじゃないです。もっと相互交通的なって見ないと閉じちゃうから。だからゲームそのものではないんだけど、だから結構がっかりしたのは、ドラゴンランス D&D の小説があって、その小中版があるんですよ、注釈たくさんついてる。うん、マガレット・アイスの注釈でいきなり1回目からゲームをちゃんとよくできたゲームがよく良い小説になると限らないみたいな分かったみたいなこと書いてあって割とこうロマンを崩してくる。なぜかというと、もともといいストーリーを作りたいとやりたいと思ってゲームするとモチベーションがあるわけです。ああ、RPG だと。単に RPG もそうし、ウォーゲームもストーリーというよりは、なんだろう、もともとそのデータ的なやり取りが大好きっていうところで始めないじゃないですか。ですね。史実はこうだったんだっていうのをより知りたい、歴史を知りたいとか。人にもよるような世界ですか。いや、まあ、人にもよるんですけど。うん、
ライト博士の方向性が楽しい方はありますよね。だからライト層はそうだ。もともとだからこうブリッジとか囲碁とかやってる人は知りません。やっぱりそこで6年間会議で過ごして、はいはい、しかも皆さん、実際に膨大が、2年間、膨大体育会系以外の部活は、私がしたときはですね、体育会系やった上でないと入れないみたいな、よく分かってだから、まっすぐになってやるやつ。体育会の大らかさ。兼務でしか許されません。退役してから。ビナロさん。これ、自衛隊の話だったら、ちょっと質問になるでしょ。ありますよ、なんかいるんでしょうね。でも、膨大に多分医療に帰りたくないんじゃないかな。膨大って1、2、3、4年生が同じ部屋なんですよ。で上官には絶対服従なんですよ。なんか馬鹿になってましたね。それがだから漫画とかいじめとかで問題になったわけです。ないわけないじゃんっていう。膨大セクハラ、膨大じゃないけど、あの、五ノ井さんか。でしたっけ、五ノ井里奈さん。名前は覚えてる。二刀陸士の人ね。うん、一番下っ端だから、ね、下ね、一番いじめられる人だから、二等兵だからね。それこそ、それからちょっと、中兵ブルースの世界になってしまったけど、ハリハリするんですね。まあいいや、じゃあちょっと次の章までやります。回線ゲーミングシステムっていうタイトルです。あ、これが新しいゲームシステムが80年代の頭に導入されました。WGS というんですけど、WGS と NGWS っていうのがこっちになったような本の方も書いてあるんで、めんどくさいんだけど、まあいいや、これが新しいゲームシステムに入ってきて、で、案の定、最初からいろいろ問題に悩まされます。もともと WGS は ネイビー GWS として、完全に自動ゲーミングシステムになることを予定したと、まあ、いかにも70年代に考えた感じのある AI がまだちゃんとしてない時代に。でまあ、あの舞台の航路を保持して、まあ、自分の艦隊とか機とかちゃんと命じて、まあ、センサーによって探知をしてモニターして攻撃結果も荒らすことができたと、まあ、それ自体はできると思いますけど、ね、でいっぺんに2000個の航跡、つまり2000隻の船が大きいのをちゃんとこう見ることができたと。すごいですね。すごいですね。そういうところはすごいと思います、ね、どんだけ大きいシステムを使うとか知らないですか。大丈夫なのかって。まあこのシステムが使っている範囲の大きさは問題発生源となりましたとか、やっぱそうだよねという。で、このシステムというのは海軍大学校の教育的にはゲーミングシステムがあることを、として開発してますけども、さらにセンサーや武器の能力の簡単モデル化を強調しても、モジュール化によってさらに細かい分化することも用意があったと。まあ、TRPG というのは昨年絶対作ってありますよというような。シナリオとか、ね。そう。一番最初はニュースです。ニュースが前回やってたんですよ。その後、ウォーズっていうのが出たんですね。そう。ウォーズってやっぱり3代目という。3代目になっちゃう。で、4代目なのかな。はい、あの、ネイビーが作ったんですね。じゃあ、これはですね、まあ、ゲームのイベント経過、まあ、CA をこなしていく間にいろいろ問題が起こるわけだけど、でデータベースはシナリオが容易にアクセスできると。でゲーム後の報告の作成支援能力もなかなか素晴らしいと思う。こんな要件をシステム開発で掲げてくるのはダメですよ。でまあ、素晴らしいとね、NWGS は全ての顧客のどのような技術を答えようとした。まあ、これ、誰が言ってるかというと、制作会社とか言ってきてるところなんですけど、広報パンフレットには、アメリカ海軍制作会社に委託してるわけですよね。うん、どこなんだろう、これ。IBM とかだろう。まあ、そうですね。今、広報パンフっていうのはシステムの柔軟性に関して嫌な感じなんですけど、操作の容易さ、あ、これ、費用対効が自由じゃないですね。自由はよかった。なんか今でもよく聞くような話かな、これ。はい、システム導入の時に。それから高い可能性。まあ。あと適用範囲を、まあ、適用範囲がひどいことを強調してたと、うん、まあ、大体みんなこれで騙されてて、でもいや、何がやるかと、まさにこうドクターさんのことが1対1の手に殴り合いの殴り合いって言っても、まあ、人を殴り合うわけじゃないです、そこから、全面戦争まで、すごいですね。あらゆる幅の広さの戦いを、まあ、教育と研究両方で使えると。一番上って、
規模を100とか1000とか。全然だから、1000とか、万とか。1000行くんじゃないか、行くんじゃない。アメリカ海軍はあの頃確か500隻だか600隻で船持ってたから。だからそれだと責任がだと2000って、まあ確かに妥当な感じだなと思いますね。まあ、研究、教育と研究両方に使えて、現在のシステムと将来の計画の両方を使えるように期待されたと、つまり今のやっていくんですね、将来の発展にもちゃんとこう追従して使えるシステムにしたいと、まあ、思ったわけですね、皆さん。まあ、その考えして、マッカーティーとか昔、紙でやったこの酸素構造のゲームをコンピューター版にしたもんじゃないのっていうふうに、田原さんはきっちりしてます。あの時は確かマップの大きさいくつか分けてましたよね、うん、それ要するにコンピューターに起こしただけじゃんみたいな。田原さんよっぽどコンピューターシステム嫌いなんだけど、起こしただけですごいことだと思いますけど、まあ、プレイヤーのために基本コードが統一する数個の指揮センター、まあ、要するに簡単に指揮が出てくるんですけど、ね、まあ、結局ここで搭載感とアンパイがまあやっぱり必要なんだなというのが分かるんですけど、そのために大きなゲームフローが用意されたと。多分これぐらい早いじゃないかな、うん、あとまあパネルとかいろいろ出てるんですけどね、うん、でさらに各センターとワークステーションはウェア情報にアクセスして、オーディス通知式キーボードってのがあるんですけど、オーディス通知式コンピューター端末ってキーボードで入力できるし、グラフィックで入力、まだ相手も使ってる時代ですからね、これ。何なんだろう、こう訳すと書いて分かりづらくなるっていう。どこですか？山の上。山の真ん中のちょい上ぐらい。数字式コンピューター。プログラムニュースで書いてある。あ、私とは抜けてるのか、マジで。あ、ごめんなさい、後ろにあったのか。後ろにありましたね。山の上ね、これのハープ。まあ、NWGS、まあ、このシステムを組み立てて、組み込まれた数学モデルは、広範囲の回数をシミュレートするようにデザインされたと。あれも結構苦しいところ、何するようにって書いてあるんだけど、今だったらシミュレートでサクッとみんな分かっちゃうんだけど、ほら、シミュレートってやつは、何それみたいな、だから、あの役が出たのか。でも、ちょっと文脈によっては、こっちの役を取りたくなるところです、うん、まあね、はい。カタカナ続くと、読みづらいですね。確かにね。でまあ、要するに対空戦闘、対潜戦闘、水上戦、空戦、潜水艦戦、まあ、要するに何でもできたと。すごいですよね、7種類になるんですね。で、さらに、対人プレイもできれば、コンピューターのプレイもできたと。いや、ちょっと欲しいっすよな、これ。まあ、一応そういうことになっていってます。っていう書いてはあるが、本当か。まあでもだいぶこう見ると面白いけど、だいぶプアなんでしょうね。実際そうなんでしょうね。でしょうね。だってちょっと。求めるとか確かに理想なんだけど。だって何年代 ?80 年代。80年代。まあ実質で、プログラミングしてるの70年代だから、こんな1年で作るもんじゃないんで。相当まだコンピューター、近い時代だと。マシンパワーは全然ない。多分、今のこっちの方が能力高いと思うんですよ。それは当然、そうですよね。多分あんまりこう深く掘り下げてこう探索とかはできないんで、ルールベースとかでこういう対応したらこうするみたいなルールを大量に書いといって機械的に落とすみたいな。でもそれってすごいキャッチになっちゃったりするからね。しますね。なんかすごい将棋の昔の弱いやつに。将来的に使えるってことを言っちゃってるところに相当問題があるわけですよ。まあ、対戦そのものはコンピューターに完全に依存してたと。うん、要するに探して見つけて撃つみたいなのが。まあまあ、確かに単純な手順ですからね、それだけなら。うん、で、プレイ中のユニットのための戦術特徴を指定するための特別なプログラミング言語を使用したと。何使ったんだろうね。なんか作ったんでしょうね。まあ、ベーシックじゃないんだ、確かだろうね。まあ、センブラカピエル1をあたり適当に、うん、これ用に寄せたんだと思いますね。まあでも IBM がその OS レベルから作ってるはずなんで、大そんなに手間はかけてないと思います。一から起こしたわけじゃないですからね。うん、まあ普通の異なった式レベル、まあ
艦隊でもその人の前らは眼科行こうというとかそういうやつですよね。そう見るとだいぶダメだ。お前ら命を大事にっていうあれが AI ってなかなか AI なんですけど、あのレベルの AI だったら十分ですよ、うん、このでもあれで AI っていうのを覚えたからな、はい、あでしょ、そうです、大事なことです、はいはい、ドラクエ4ですね、あドラクエ4すごいAI がざっくりしていて、何年でしたっけ、学習記憶89じゃなくてもうちょっとだったかな、90年ちょいぐらいでしたっけ、90ドラクエ4はこの時代ならファイブが90年、非常に IBM レベルのだいや、それで言えば、複数の大人たちプレミアムの実行が可能で、人間のプレイヤーが直接監視していないユニットは、まあ、つまり例えば敵の部隊とか、あと自分の隣にいる部隊とかで、プレイヤーがいないような時は、あらかじめ規定された特徴に、まあ、この特徴に戦いでも死みたいなもんなんですけど、従ってプレイする、状況に対応するようにデザインされてたと。つまりノンプレイヤーキャラクターもちょっと動いてくれる。自分で聞いてるのはどうかしら。それなりに動いてくれるんだろう。こういう感じです。まあ、最終的にシステムはゲーム中のイベント順位を記録して表示する能力で、ゲーム後にまたそれをだから分析することが支援できる。要するにこういうふうに動いてきたよっていうのを後から見ることができるので、これはいいですよね。これができるのはやっぱコンピューターのイメージ。そうですね。神じゃねえ。ゲームの全てが実際の時間でやることもできたし、早送りで。あこれも大事ですよね。いないとも飛ばしたっていう、うん。で、当然のこと、ごとく2位の時点からやることもできたと思う。あと、あともう一回やってみるときは途中ができるのもいいです。でまあ、他のゲームと一緒ですけど、大量の数学的なモデルがシステム中心にあったと。でまあ、ここに書いてあるように、自動化されたゲームの重要な意見は、現実の状況で起こる諸々のイベントを模擬する能力であると。で実際の戦いにおいて、予期されるものと似た刺激に基づいて意思決定をして、まあ、いろんな情報が入ってきますから、判断できるのがいいんだけども、それをコンピューターに決定、決めたものをコンピューターに入力すると。でコンピューターモデルがユーザーの入力で決定され、まあまあよくわかると思うんですけど、これ。修正された複雑な数学的技術、要するにこの細かいミサイルがどのぐらいで当たるかとか、ね、全部コンピューターがやってくれると。で、その結果、模擬されたことを完成するって、システムが完成することだから、そういうことで。ミサイル撃ちました。で、とかは入力で終わるけど、その結果どうなるかっていうのはコンピューターがやってくれると。で、NWGS はそれが模擬する各々の範囲に応じて、詳細なレベルの異なり自分のもの、まあ、要するに戦いの規模とかでいろいろ変わったこともできるというものですね。一応で言っちゃえば。まあ、どのようなレベルのモデルを選択するのか、次のゲストに従ってた。詳細なモデルは、より良い忠実さを与えるために、一般化したのぼりを多くのパラメータをより詳細に、要するに、より細かくするためにどんどんパラメータを増やしたり、計算量を使うことができたと。それ全部やる必要がないこともあるから、すぐに省いて、できるということです。船一隻対船一隻で戦われたことないときに、艦隊全部の動きをそんな一時見る必要ないので、省くことができるわけです。まあ、NWGS のパンフレットのような目標と、高度な役職は、残念ながら質能力に適応していなかった。まあ、やっぱりそうだったという意味でしょうね。でまあ、原さんが言いや、NWGS の実際の上は良くて見込み違い、最初の上はただの正解だったと、非常にひどいことを書いてました。で、まあ、当然、このシステム、海軍大学校や OGB センターがよくしたような形はしてくれなかったと。それ何かというと、優れたコンピュータープログラムなんですけども、そこの知れないゲームで。ゲームとしてはそこが知らない。つまり、あんまりひどいことはいろいろできるけどね、ちょっとよくわからないし、シミュレーションってしてみた場合には、回線の非常弱なシミュレーションでしかなかったと。ダメ出ししてます。で、まあ、いいかちょっと問題点がね、挙手してるので、まず、ソーダが実際の作動にマッチしないと、もうこれ致命的なんですけど、シミュレーションならないじゃんかって。テストしてないんですかね。いやー、したんでしょうけどね。海軍が送ったデータを起こしてもそれだけで何かダメだったんですよ。その細かい理由は当然書いてないんですけど。納期が
こういう仕事って割と納期が絶対なんで、納期厳守で言われて言われるんで、開発者が死の思いをしたんだと思います。うん、でしょう、ね、はい。で、センサーはまあレーダーと。全方位について同じ性能を持って仮定されて、プログラムをしてるんで、実際よりはるかに正確な情報をプレイヤーが得ることができる。ただ、レーダーって向きによって、まあちょっと、電子工学的にめんどくさい話なんだけど、同じようには向きを拾ってくれないんだけどな。あとね、レーダーって、それ自体は素の状態だったら何でも反射線拾ってきてくれるから、例えば、それが動いてるのもちょっと拾ってくれるんだけど、そんなものをいちいち扱う側見てらんないから、シャットアウトしてるんですよね。で、飛行機の動きとかをちゃんとこう選んで見えるようにしてるから、これは自衛隊のお偉さんに聞いたんだけど、それ裏かけると実はまずいんで、飛行機の動きじゃない動きしてきたら見つけられないんで。で、ベテランのその兵隊はそれを見ることができる。今みたいに、デジタル化しようとそれがなくなるから気をつけないとまずいんだよ、じゃあほらいいんじゃないですか。雨が飛んできたら分かんない。そうなんだよ、敵の戦闘機でこういう動きでこういうスピードでって全部最初に出て出てあるから、それだけ拾ってくれるのありがたいんだけど、難しい問題だね。バーターっていうかね、やりすぎると、何も分からないし何でも取り入れるわけにもいかないし、波のこういう動きとか入っちゃう、入っちゃうからね。もう、めんどくさいことこのぐらいくるんですよ。で、次は通信が良すぎて、しかも困ったことで、敵による通信妨害あるということは、考慮外のプログラムになってたと。実際、通信妨害なんか平気でやるんですけど、ね、アメリカからお偉さんが、まあ、大統領が日本に来たときにテレビつけてた画面がガラガラガラって言いたいことは、実はあれ、適当にアメリカ軍が通信妨害するときやってるんですよね、守るために。うちの父親と、なんか妨害して、拒否してるんだなとかって話をしたと思う。本当、恐ろしいから、ね、テレビ画面で変な揺らぎしてましたから、まあいいや、それで。音響センサー、まあ要するにそうなんですね。ねそういうのに、自分の普段の雑音の悪影響が考慮されてなかったと。つまり、普通に使えるよっていうことになって、例えば船がこう走ってて、前は、大人行けないけど、プチスクリューがあったら雑音出してるから、こっちで実は聞けないんです。そういうこと考慮してないっていう。これはソナーでも、聞くほどソナーですね。自分から音を出そうじゃなくて。なんかいろいろ悪条件が並んでますが。で、一番すごいのが、大部分のモデルが、戦闘モデルですね。アメリカ海軍部隊の作戦を念頭によって設計されていただく。これは非常に正しいんでしょうけど、ソ連海軍をやると思われる作戦の再現ってできなかったって何より意味ないじゃないですか。要するにアメリカ軍ならアメリカ軍として動くからこう動くよっていうのあるんだけど、それ対抗部隊として、要するにコンピューター対戦やった時にソ連海軍の動きをしてくれないっていう問題。つまりアメリカと戦う時には有効だっていう。まあ、当然こうした問題に対処しなきゃならないというわけで、ウォーゲーミングセンターは、まあこれ以外にもいろいろバグあるでしょうから、こういう問題の施設を始めましたと。で、結局機械的に、機械のこの血管の対応の手段として自力で補うことをやったと思います。いや、それね。まあでもそれしかないですからね。で、まあこのシステムの使える機能は採用して、使えないものはもう無視すると。まあ、例えばソ連海軍が動きしないと、もう機械対戦やめちゃえばできますから、一対一で。相手側のソ連海軍部隊の役を任されてた、その自分で勉強したソ連海軍らしいことをやればいいわけで。で、まあ、ここでまたパーラーがひどいこと言ってるけど、大きくて高価なコンピューターシステムっていうのは結局よくできた運動場に過ぎない。うん、なんか嫌なことがあったんですね。なんかあったでしょうね。まあ、伝統的に抗戦結果を判定する過程、まあ、個別の命令の効果っていいんじゃなくて、戦争結果は、ミサイル撃って当たり前の話じゃなくて、もうちょっと船と船、あるいは艦隊同士の対戦した場合にどっちが勝つみたいなのは、紙と鉛筆、電卓で、多分電卓だと思う。卓上計算機って書いてあるけど。あと、まあ、パソコン使って、この当時だから、日本で行ったら行くと、どれぐらい多分、98が出てないよね、ぐらいのパソコンで。うん、あ、自分でソフト、プログラム振りじゃえばね、計算結果出すのはそんな難しくないですからね。まあ、それを主管たちがやって、やってたと。
残っちゃったな。まあ、海軍の質問によくわからず、ゲーミングタイプです。まあ、それはそうですけどね。さっき言ったこの古い方のウォーズと、あとこの私 NGW でしたら、70年代中期と後期に海軍のウォーゲーミング、まあ、何だかんだで貢献はしたと。で、まあ、ルブジュール、さっき言ったルブルージュさんっていう、あの、海軍大学校の校長さんの要望したものの、具体例をまあ、ある程度は提供したよっていうことで、ここの仕事をしています。